ですよね。桜が、日当たりがいいんでしょうかね。こんな感じですね。ああ、綺麗だね。こんな感じでね。で、そこはあのまっすぐ今道路を通じてますけど、元はそこ武家屋敷だったんですよ。向こうの歩道ぐらいしかこの通路がなかった。だからこう来て、はい、こう曲がって鍵型に曲がっていく。まっすぐ型といってね。まっすぐ城下町特有の道路交差ですね。昔はこうまっすぐ来てて、ちょうどぶつかるの夜中にスピード上げてバーッとして痛みですから、支障はなかったと。そうですよね、まっすぐ行っちゃえばね。この中にも大村半島から来たしだれ桜も、どのかちょっと分かりませんけど、ね、この深い意味、このしだれ具合がまた何とも言えない垂れ下がってるこう手に取ってあれですよね、桜の花の頃は手に取って歩ける感じですよね。こんなにしだれてるとね、その辺がまたいいんだよね、きっとね。そこはもうはっきり松形が出てますね。曲がって、いわゆるあの攻められないようにね。そういう方、敵から向こうから来た敵にからはここ突き当たりになって奥が見えないようになってるんですね、はい、で奥に行くにはこう曲がらないといけない。大体道路がくっきょくしてると進めにくいこともあるしね、銃撃加えても奥へ順番が なんかそこの前まで行って、あと帰っていく人おりますこっちは見ないんでしょうかね、もういいやみたいな感じでしょうかね、まだ半分ですよね。大体この道路はもっと低かったんですよね。この水渡りがレベルで、中身をこの外から見れるなんてことはないはずですからね。そうですよね、姿勢が、侍見られたらまた問題がいろいろと全く見えなかった。ちょっと向こうに渡りましょうか。はい、これ昨日行かれた安藤家の分店になります。味噌塩ね。味噌ね。この辺りの方がさっきの道よりいいかな。なんかね。そうかもしれませんね。ね、なんかね、すごくこれ緑もいいし、落ち着く感じがするよね。だからですね、だから本当に取り合わせがなかなかよくできていると思います。高いのがこうもみです。もみでしたよね。もみでしたよね。もうまっすぐもう手をつくような勢いです。そうです。首がなんか見上げると首が痛くなるって、男性的ですよね。そうですよね。その周りを優雅なしだれ桜が、優雅でしだれ桜がね、男性と女性がこう、上手にね、交響曲を奏でるみたいな感じでね、拡張が韓国とかいろいろおられますよね。中国多いでしょ。そうですね。いや、私もね、いろいろ行くんだけど、必ずどこでもそうですよ。
春の左桜。ああ、これ。すごい、すごい感じ。なんか花火みたいですよ花火見てるみたいだ。これ朝だからいいんですよね、こう人がいないから、ああこれね、いつもおるんですけど、決まらってね。ああ、で人が多くなりましたよ。なんかもう早朝からこうカメラマンがずらっとシャツに結構並んでますからね。でもなんか人が出てきましたよでもここから、青ヤギ池になります。青ヤギ池、天然寺にもありましたね。あ、青ヤギ池の墓、墓向こうまで40軒と申しますから、80メートル、75メートルですか。はいはい、間口が一番広い武器屋敷です。じゃあ一番格も高い。いや、そういうわけではない、わけではないんですか。青ヤギ池ですね。そういうところが説明難しいんですけどね。そういうんですねどうして儲けたかそういうことか儲けと青ヤギ、これなんて読むんだろうね。青ヤギ家南門。青ヤギ家、あ、南門ですね。これも元は会津なんですよね。あ、会津、会津から以来の芦名さんの家来。あ、芦名さんの家来ということですね。芦名さんが亡くなってから、ああ、支配下に入るということですね。あ、そうすると待遇はどうだったんでしょう。あの、はい、佐竹ずいぶん嫌がれていた。 どうなんだろうな。この芦名さん、芦名さんの直属のこの子分っていうか嫌いはね、あの結局3つに分けられたんですよ。あ、で1つは遠くのずっとこの 秋田県の北の方にやられたの、これは一番まずあの処罰されたんですね。なんとしても芦名を続かせてくれっていうんで強引にあの島に行ったりして、そういう人たちはまあ一番悪い。それから後の人たちは格納だけに残ったんですが、まあ、半分はあの秋田藩の最も新しい分家、式部醤油家っていうのがあります。そこの嫌いになった。それからあの北家の嫌いになって、嫌いというか支配下に入った。だからその芦名の元の嫌いは全部あの本当に言えば藩主の嫌いになっちゃったんです。そして例えばここの北家の支配下に入れと、身分としては藩主の直臣になったんですよ。というのはさっきも言ったようになかなかこう佐々木っていうのは疑り深くて、あのこの町に2つのね、あのトップクラスの、家臣を配置した北木と今宮、その他に、藩主の直臣をここにつけたんです。あ、そうすれば絶対反乱を起こりませんよね、そのためですね。なんかだからそこ普通こう説明するとややこしくなるんですよね、お客さんにね、ここは随分紅葉綺麗ですよ、そうですよね、